敗は避けられない。それで終わりか。つまらんな。あのやめてください。ザコが邪魔をするな。ザコ小さいからって舐めないでよね。ふん、ならば俺を楽しませてみろ。この人強い。みんな気をつけて。ここにいると巻き込まれるわ。安全なところに逃げて。早く。最強は俺だ。悔しいが一度下がった方がいいか。彼の目を引きつけないと。あなたに私は倒せない。試してみる。ふん、雑魚にしてはやる。今日のところは引いてやろう。ここまで来れば安全か。ところでここはどこ？マリー、お家に帰りたいです。すまない、いろいろ説明したいが、まずは彼を倒さないと。リョフ殿は帰っちまったのか。勝手、いや自由な人だぜ。まあ仕方ない、あいつ抜きでやるしかねえな。まずいな、なんとか立て直さないと。はやっ、そういや援軍はここから来るって言ってたな。守っておかねえとまずいか。なら、ここは頼んだ。あっちの敵は勇者時継ぐに任せとけ。この危機に泉を奪おうってのか。不届きな真似はよすんだな。勇者に任せな。泉？一体何のこと？とぼけやがって。倒して悪事を吐かせてやるぜ。突然こんなことになってびっくりしましたけど、知っている人がいてよかったです。私もマリーちゃんとカスミさんの顔を見てちょっとだけホッとしました。そうね、本当に一人きりじゃなくてよかった。力を合わせてなんとか乗り切りましょう。やるじゃないか。すまねえ、シュウソウ。ここは引くぜ。突っ走る。増援部隊、頼むぜ。増援が鬱陶しいな。先にあちらから潰した方が良さそうだ。おかげで助かったよ、美しい英雄さん。
ちょっといいか。頼む。ああ。すまない。ああ。この世界は泉の奇跡の力によって繁栄してきた。もともとここは作物の一つも実らないほど荒れ果てていたらしい。歴代の王が三種の神器で泉の力を操り、世界中の祠に恵みを行き渡らせることで人が暮らせるようになったと言われている。だが前の王が亡くなった時、泉と祠はなぜか急激に力を失ったんだ。そして新たな王が戴冠の儀を行う間もなく、泉も大地も枯れ果ててしまった。もはや打つ手はない。諦めかけた俺たちに叔母上は古い言い伝えを教えてくれた。泉が力を失い、世が滅びに向かいし時、異界の英雄降り立た。英雄、祠に己が力を与え、泉を再び蘇らせ。英雄を導きし者、戴冠の儀を経て王となり、世に大いなる繁栄をもたらさ。泉に残された最後の力を使って、あなたたちはこの世界に呼ばれた。まあ実際に儀式をしたのはいとこの玉木だけどな。異界の英雄はこの世界に対して多大な影響力を持ってる。だからその力を祠と大地に分け与えてほしいんだ。泉と祠の間で水脈を通じて正しく力が循環するようになれば、泉も蘇るはず。それが叔母上の見立てだ。ずうずうしい頼みなのは百も承知だ。だがどうか世界を救うのに手を貸してほしい。そして俺と一緒に戦ってくれ。ああ。そんな。いや。いや、おう。すまない。わかった。はあ。そうだな。ありがとう。はい。おお、英雄さん。英雄さん。おお、頼む。